クリアできませんでしたが上に入る青木亮太、青が取りました泉、上を使うチャンスだぞ、上パスだ、シュートだ、同点ゴール来ました。名古屋新加入上はアシスト、仕上げたのはガブリエル・シャミエルです。で、しみち、丸山、柔らかいゴール、上に入ったー、この機を逃しませんでした、名古屋、先制ゴールは上の左足、さすが、昨年の得点王が、このチャンス、仕留めました、上です。その前に、ボールを回してる時に、高橋祐二とのポジション争いのところを打って、ずっとやりながらですね。入ってくる体の使い方ですね、ここでいろいろ、まあ、ここでポジション争いしてると思うんですけども、縦に入った時のコントロールからシュートまで、名古屋さあ成瀬、さあここで剥がした、前田行く、まだ残した、マイナス、スルーでシュート、阿部が決めました、移籍後初ゴール、流し込みました、少しボールが浮いてたんですけどね、しっかり面を作ってキーパーもよく見てゴールすると、この辺り体の入れ方、確かにうまく味方につなげながら相馬です、マテウスが全速力で前を取る、さあマテウス早い、さあマテウス抜けた、マテウス、マテウス、名古屋先制はマテウスの個人技、優勝候補の呼び声もある名古屋がいきなり強烈な先制点です、マテウス見せてくれました、鮮やか、まだ3分前後というところです、まあ、これカウンターなんですけども、まあ、これでディフェンスラインの裏のところしっかり走り抜ける、でワンタッチでこれ股を抜いた後にここシュートフェイントで何回かこうシュートを打つっていう素振りを見せたってところ、ここキーパーの股を抜く感覚のうまさってところありますよね。